レネギスに行こう。おお、まあそうなるよな。だけどどうやってあそこに行くの？それな、レナの星船はどうだ？アルフェン、お前はレネギスから星船に乗って戻ったと言ったな。ああ、そうか。幸いカラグリアは古巣だ。つてを頼ろう。一息つけそうだね。どうもこんにちは、あたりです。テイルズオブアライズプレイ実況続きだ。カラグリアに行こうっていう話だよね。で、カラグリアのモスガル、あ、ウルベゼク、ウルベゼクか。そろそろあれだな、こいつ倒せそうな気がするな。こうマンティス、すごい物語の序盤でさ、カマキリの姿したでっかいズーグルがいて、そいつを倒せないかみたいな依頼を受けまして、一回ちょっと戦いに、ここまでは無事につけたな、ちょっとね向かったんですよ。そしたらね、なんとボロ負けしまして、ちょっと待って、おお、びっくりした。こう、ユニーク、ユニークじゃない、ギガントだ。マンティス、マンティス、こいつねえ、レベルが43なんですよ。ということは今がちょうどレベルが42ってことは、今倒せってことよね。詰まるところ、そういうことか。今の時期にこれも倒しておきましょうってことなので、ちょっと回復だけしてくるわ。そういえばそういえば、リンウェルちゃんでアイスクリームかなんか作ると称号があれするんじゃなかったかな。ちょっと、アイスクリームって作れたっけ。その前に、あった、アイスクリーム、リンウェルちゃんで作りましょう。何かイベントが、美味しい料理は幸せの魔法だね。だんだんリーベルちゃん可愛く見えてきたわ。来た、イベントだ。アイスクリーム美味しい。お前って暑い時も寒い時もアイス食べてるのな。悪い？別に悪いとは言わねえけど、腹冷えたりしねえの？そういうこと女の子に聞く？気配りないな。え、いや、あ、その、なんだ、心配っていうか気になる。アイスクリームは食べたい時に食べるのがいいな。んなこと言ったって、そんな好き放題に食ってたら太るんじゃねえの？あんたに気にしてもらうようなことじゃないから。アイス一つで言い合いになるか、若いな。無邪気と言ってあげてください。さらっと、さらっとくる。あっ、来たね。シオン、少しいいか。イベントが進むと、ね、こういうイベントが、話があるんだけど。あれ、これはまさか告白来る？どうしたんだ？改まって、私が持っていた人形の話。おおお、あれから考えてみたけど、はあ、やっぱり誰かからもらった覚えがないの。なるほど。子供の頃の話だし、思い出せないのは無理ないんじゃないか。そうね、そういうことじゃないんじゃない。もう、あの人形はとても古くて、最初からあったような気がするの。おお、なんかジョジョみたいなあれ。もしかしたら最初からあったような気がする。万に一つの可能性だけど、あの人形はあなたがレネギスに持ち込んだということはない。いや、でも300年だぞ。絶対にないと言い切れる？言い切れません。あるというよりないという方が簡単。わかってるわ。でもゼロと断言はできないでしょ。ずっと一人だと思っていた私が、あなたやローやリンウェルやキサラやテュオハリムに出会ったように、起こりえないと思っていたことが起こりうるのも現実だわ。確かに、何もかも300年前に置いてきたのに、今の俺は一人じゃない。あなたが300年を超えて私やみんなと出会ったように、一つの人形が時を超えたっておかしくはないでしょ。このことに意味を見出すのも見出さないのも自由なら、
私はあると信じたい。そうだな。偶然だ、ありえないと拗ねるよりよっぽど素敵だ。そろそろ休みましょう。シオンちゃんもなんか声が優しくなったな。急にだな。あ、来た。こういうことですよ。甘々党。あと誰か一人なかったっけ？ティオハリムだっけ？あ、ブーサギ焼き、これだ。なんかいろいろあるな。これは？ダウンダメージアップクリティカル。おー、これだけ取っとくか。これ意外と役に立つんだよな。ちょっとじゃあもう一回いいっすか。ブーサギ焼き作っていいっすか。はあ、一息つけたな。この辺の会話も全然聞いてない。ああ、ないや。そもそもなかった。じゃあティオハリムさんお願いします。この味、宮殿の料理人にも引けは取るまい。おお。ねえねえ。ああ、かわいいマークが。バトルスコアアップ。ほう。なんか変わった形の焼肉だな。これはブサギ焼きだ。ああ、なんだよ急に。ブサギってあのブサギ？つぶらな瞳がかわいい。あれ。もともと食用種だ。何もおかしなことはあるまい。もっとも。いつの頃からか愛玩用とするものが増えたせいで、昨今は珍味とする向きが強いようだが。味のせいで珍味になったわけじゃなかったのね。柔らかく脂が乗った良い肉だ。少し風味に癖があるが、そこはまた良い。癖のある風味ですか。強めに焼くか、香草で煮ると消せるかもしれません。うん、香辛料でいぶすか煮込むか悩んだのだが、あえてそのまま焼いてみた。デュオハリムってたまに変なもの食べたがるよね。鋭謎をやっていると大抵の料理に飽きが来るものでね。言ってみてよ。その挙句が珍味探しか。いいんだか悪いんだか。なるほどね。まあ実際金持ちが珍味好きなのも分かった気がするわ。こうなっちまえばうまそうではあるよな。肉だし。そういえば以前読んだ珍味に関する本にはフクロウについても書かれていたが、さすがに試す機会はなさそうだ。当たり前でしょ。フルよかったよ。あー、誰か一人選べるって感じなのかな。明日もよろしくな。なんかイベントごとにこう、なんかイベントごとにこう機会合間合間でこういうのがあるんだけど、一人見るといなくなるんだよな。ほう、回復量アップね。最大 HP。 あ、これいるね。これとこれ取っとくか。ありがとうございます。だいぶ称号増えてきたな。でも取る方法がわからないのもいくつかあるんだよな。ロー君があと2つか。あ、リンウェルちゃんはあとあれだ。あ、この辺のサブクエスト、あのギガントだよね絶対。まだ見てないんだけどさ、上級クリアでしょ。刺身、あ、刺身がある。白銀カジキ見たことないな。究極の調味料、なるほどね。あ、武器作成がある。錠剤の剣作るか。こんな日は本でも読んでたいな。まったくだぜ。あんたは本なんて読まないでしょ。とかいっぱい載ってるやつ読むぜ。あ、間違った、休憩じゃないです。何か食べるか、ウルル。じゃあ刺身作るか。キサラさんで魚釣り大好き、うん、見た目も味もバッチリだ。よし、完成だ。みんな待たせたな。またずいぶんたくさんさばいたな。たくさん釣れたからな。魚は生きのいいうちに食べるのが一番だ。こんなにさばくのは大変だったんじゃない。
何、慣れている。どうということはない。どうということはない。せっかく作ってもらって言うのもなんだけどさ、俺刺身っていまいち味がわからないんだよな。そうか、肉みたいな大味しか。すまなかったな。釣りが好きなものだからつい作りやすくて。別にキサラは何も悪くない。ロウ、味が薄いのが嫌なら香辛料を使うんだ。醤油とかあるのかな。なるほど、これをこうして盛り付けて。ねえ、何かあったの？ロウがすごい勢いで走っていったけど。刺身を食べたら走り出してしまった。泣くほど苦手な味だったのかな。刺身のせいじゃないと思うけど。はい、ゆっくり休んでくれ。やったー。わ、こんなのがあるのか。通常攻撃回数アップ。へー、カウンターレイドとかもあるけど、後で調節しとこう。みんな準備はいいか。よ、武器を作らせてください。錠剤の剣作ります。はい、これで、おー、アームズソムリー。あ、通常攻撃が1回多く出せるようになった。マジか。なんか取っておきたいな。ジャスト回避感はありがてー。クリティカルダメージアップ、弱点部位ダメージアップ。これとか、よし、この一品重心の位置が絶妙だな。こっちじゃない、こっちだ。じゃああいつに戦い挑みに行くか。弱点属性が風でしょ。ということはダンクーケン、流星人からの烈空戦。違うな、あれ、いや、合ってる。いや、風神剣からの烈空戦な。よし、これでいこう。どうだ。じゃあマンティスさんに戦いを挑みに行こうか。さすがにもう倒せるぐらいはあるだろう。前戦った時確かレベル20とかそこらぐらいだったと思うけど、あのズームルならやめておきなさい。え、嘘。いけるいけるいけるよ。邪魔をするな。味方だよ。クリスタリスト。味方だよ。クリスタリスト。かなり当たった。よいしょ。よいしょ。よっ、あっ、勝手にここが弱点だよ。おかげでまだ戦えそうだ。全然負けない。よいしょ。よっしょ。せいせいせい。いや、いけるいける。押せる押せる。せいせい。うわー、おー、天空。違った、フォーティングじゃなくて技変えたんですよ。よいしょ。さて、弱点部位に変えよう。よっ、あ、ちょっと、よっ、はい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 、よいしょ。燃やし尽くす。着炎炉、飛ぶな。どうだ、バカめ。よっ、全然見てなかった、敵の声。よっ、おぉ、よいしょー、やったよ。でーりゃー、うおー、あ、フラメ自体が、あっち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 、アイテム使わせて。あっつ、よっよっ、せい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 、よっ、あーやった。
レシック。ありがとう。今だ。セイ。あ、全然ダメだった。なんかしてくれ、なんかしてくれ。よいしょ。はい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 。ちょっと待って。よっ。あいつ雑魚敵呼びやがった。こいつ、よいしょ。ちょっとそうじゃない、そうじゃない、あそこの方でした。ボタン間違えました。弱点部位、弱点部位。あ、違う、そうじゃない、そうじゃない。ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、アルフェンに操作を変えたい。あ、そうだ、あ、間違えた、そういうことか。よし、オッケー。未だにこの操作方法が、セイ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 、あっつー。お願いします。よし、ホッホッ、はいはい、よっ、オッケー。あ、いったっす、そっちから来ると思わなかった。よっ、はい。あっ、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 よっ、はい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 、よいしょー。見てかない、お願いします。死にました。せっかくのチャンスを見せてもらいました。あ、回復したい。あ、ちょ、あ、シオンちゃんか、シオンちゃんがやられちゃどうしようもないよ。あともうちょいなんだよな。ここで、よし、ここで決めよう。よいしょーって、これで終わりだ。ほら、勝ったやろ。やめといた方が言ってきたの誰だ。えい、力が高まった気がする。それでより多くの人を助けられるな。そうだね。ちょっと、まあ苦戦したっちゃ苦戦したかな。カラグリアか、ずいぶん懐かしく感じるな。そうだな。あの時はジルファもいたっけ。親父。親父。しんみりしないの、故郷なんだから胸張って。オッケー。どこだ。この人か。よし、またこの人に報告しに行こうぜ。よっ、倒してきたよ。おお、なんとか退治できたよ。まさか倒せる人間がいるとは。あんたが初めてじゃないか。あんな大物を退治したのは俺だけの力じゃないさ。そうだ、手に出させよう。退治してくれだけで十分だ。それはあんたが使ってくれ。その方がきっと世の中のためになる。じゃあもらっておくよ。この先もあんたは並外れた図作りに出くわすかもしれないが、くれぐれも無茶はしないでくれよ。良質な素材が手に入ろうが命あってのものだね。そうね。はい。おお。あんたの武勇伝バッチリ広めておくぜ。おっ、また武勇伝が広まってしまうな。よーしよしよしよし、これでしばらくこうあれしていたサブクエストの印がなくなったな。あとはいろいろあるんですよ。これもそうかな。ここにね、なんか新しいサブクエが、巨大ズーグルが出てるみたいな。ここも、じゃ、これじゃない、これか、ディアラ山。ここもそうだな。この辺かな。そう、いろいろ出てきてね、困っているんです。
あ、あとあれよ、鎖が落ちてきた時に、あ、ごめんね。住民の顔が明るくなったわね。ああ、空気が随分変わった。いち早く解放されただけのことはある。ジルファが見たら喜んだかな。そうだな。でも今はローが、ロー、ロー、どうした？まあ、いや、なんていうか、ちょっとさ、出奔したことまだ気にしてるのか。俺にとっちゃ見捨てた間に解放された故郷だからな。ああ、そんなこと気にしてる場合じゃないって頭じゃ分かってるつもりなんだけど、やっぱちょっとな。まあでもいいんじゃないですか。でもみんながジルファの息子がローだって知ったらどう思うんだろうな。その辺気になるか。全く次から次へと。お、みんな少しは自分の頭ってもの。ネアス、そこに私がまた問題事を持ってきました。こっちは今アルフェンか。いい二度見だ。なんだか大変そうだな。相変わらずさ、レナの残党にダナ同士の縄張り争い、はあ、おまけに厄介事の相談は全部俺たちに頼りきりとくる、はあ、そこに来てあのお空のお引っ越しだ。どっかで聞いたような話だな。まあこっちのことはいい。何か用があって来たんだろう。ああ、古いレナの星船を探している。何か情報はないか。星船？何のためにそんなものがいるんだ。察して。レネギスに行くためだ。レネギス？正気の沙汰に聞こえないぞ。お空のお引っ越しを見た後でもか。わかったよ。だが俺もさすがにそんな心当たりはない。記録みたいなものでもいいんだ。古い書物ならいくらかある。見せてもらうことはできるか。いいだろう。ありがとう、ネアス。お、一通り読んでみたけど、お、一箇所だけそれらしい記述があったよ。大きな流れ星が山の向こうに落ちたって。時期もレナの進行の少し前。ほ、それなのか。わからないけど、他にそれらしいのは見当たらなかったから。ベルクっていうのが地名っぽかったけど違うかな。ベルク？ベルク？心当たりがあるのか。かぶっちゃった。カラグリア有数の火山だ。つい最近流れ星が落ちるのを見たっていうやつがいたんで調べに行ったところさ。最近になってまた流れ星が落ちたっていうのかよ。もしかしてあの時見た4つの光の一つ。いけるんだな。道を教えてくれ。ジオーネ廃坑道だ。通行止めになっていた通路の一つが火山に通じていた。お、そこを使え。はい。だが用心した方がいい。流れ星と関係あるかわからないが、途方もなく巨大なズーグルがいたんだ。はあ、あんな化け物見たことがない。途方もなく巨大なズーグル。巨大なズーグル。遠目に見た時点で引き返したんで詳しいことはわからないが、行くなら十分気をつけろよ。あれじゃないのかな。4つ。あ、ん、あ、そうです、ローです。あ、どうしよう、バレた。お、あのヤンチャ坊主が炎の剣に連れとは、親父さんも鼻が高いだろう。よし。ん、知り合いなのか。向こうが覚えてただけさ。あったとしてもうんとガキの頃のはずだ。挨拶くらいしてもいいだろう。はあ、そうだな。この子もこの子で、あんな調子で大丈夫なのか。まだジルファのことを引きずってるんだ。経緯が経緯だ、気にするなと言っても無理だろうが、あれくらいの年には重いだろうな。ああ、それでも向き合おうとしているんだ、俺は信じる。ああ、なんかネアスが言ってた化け物の話、なんかヤバそうな感じだったな。だとしても行くしかない。ジオーネ廃坑道を抜けてベルク火山だ。
行くぞ。スキッと見ます。ブルー、リンウェル、フルルの元気がないようだけど大丈夫？少しバテてるみたい。フルルはシスロディアの生まれだから。ああ、そうか。ああ暑いのか。それでなくてもカラグリアは暑いもんな。ははん、読めたぞ。お前雪国生まれだから白いんだな。ダナフクロウは育った土地の精霊力の影響を強く受けるから、生まれた場所と外見は関係ありません。フルルが白いのはまだ子供だからだもんね。フル、住む土地で色が変わるのか。不思議だな。ずっと一緒に旅をしてるし、成長したらどんな柄の翼になるか楽しみなんだ。白のままっていうのもいいと思うけど、変わってしまうのね。わかった。右と左と頭と尾羽と腹で色分けするんだろ、地図みたいに。ほらあだだだだ、急に元気になりやがった。ローが変なこと言うからでしょ。フルルにも美意識はあるんだから。美意識か、なかなか見どころがありそうだ。キュオハリム、惹かれています。なぜだ。空気が読んだはずだ。そういえばフクロウで思い出したんだけどさ、フクロウの森っていい？ちょっとフクロウの森行きますね。はい、フクロウの森です。お友達がいるの？フクロウの森のさ、フクロウ全部捕まえたんですよ。泊まり際もう満員だ、ここも満員だ、ここも満員だで、ここも満員で、ここも満員だから、フクロウ全部捕まえたと思うんだけども、どこだったかな、あれプレレコードか。フクロウ発見、どこだ。あ、フクロウ発見数あと6匹いるんだよね。6匹いるんだよね。なんかあるんだろうな。これ全然足りないよね。さ、あと20あるんだけど、どういうこと。はい、というわけでそんな感じです。どうしようか。ちょっととさ、気になるんだけど、次行くのがジオーネハイ坑道からベルク火山でしょ。そこに星船がある。いや、なんか光が落ちたみたいな。でね、メナンシア、ミハグサールが早いのかな。あれ違う、シスロディアか。どこだっけ、シスロデン、あ、どこだっけ、待って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 、どこだっけ、これかな、これじゃない、どっか、ガナスハラスの方が分かりやすいか。あ、こいつじゃない、こいつじゃなくて落葉の森、ここかな。あ、これっぽいな。この辺のね、なんか3つぐらいクエストがあって、でその光が落ちた場所になんかあるよみたいなこと言ってたから、なんかそういうことなのかなって思っている。ちょっと見に行くか、ちょっと見に行くか、見に行っていいよな、ちょっと行くわ。さて行くか、ここだったかな、ここからよっと入っていく。で、初めて入るか、初めてじゃないか。雰囲気が変わった、はい、油断するな。あれ、なんか始まっちゃった。ズーグルがいっぱいいる。こいつらが水を汚したのか。奥からすごい精霊力が感じる。親玉がいそうだよ。釣り場を荒らすくさびの光目、一体どれだけの魚が食べられなくなったというの。行くぞ。魚、片や魚を守りたい、片や魚を食べたいっていう。やれやれ、この二人を怒らせたらズーグルもただじゃ済まないだろ。いやー、ちょっとあれですね、
この先に。なんでずぶ濡れになってまで釣り場なんか。余計なことを言うな、ロ。だってよ。何？どうした？いや、なんでもない。さあ、釣り場どっかな。そういえばここに釣り場があるみたいなこと言ってたな。こっからまだ先か。一回セーブします。よし、ちょっと強引に先に進みますね。よしよし。みんな、まだ行けそうか。ああ、問題ないぞ。あ、びっくりした。レベル54。やるしかない。マジ？バカじゃない？ちょっと勝てる気がしない気がする。あ、いけそうかい？相手も術を使うか。お願いします。倒せなくはない。よいしょ。はい、あ、毒食らってんのか。よっ、ちょっダメージでっけ。ダメージでっけ。炎症が。私が止めるよ。本気で行く。お願いします。お願いします。あー、ちょっと、あ、いいよ。最後ですね、君が最後ですね。一気に終わらせるわ。お願いします。行きなさい、アドレビート。オブリア、やるやん。お、びっくりした。ライバル、この力で俺はやれることをやろう。期待しているぞ、アルフェ。うん、頼りにしてるよ。まあ、私も多少。ツンデレかよ。シオンちゃん、だいぶ感情出してきたな。そろそろ、あ、マークがあります。一休みしないか。こんなところに人が。じゃちょっと休憩しよう。アルフェン、状況を分かっているのか。え、今この瞬間も魚たちが食べられなくなっているのよ。だから落ち着いてってば。親玉ズーグルがいるなら準備が必要でしょ。確かにそうだな。負けるわけにはいかないものね。負けそうな気はしないけどな。やる気満々ですね。あ、見える。リメル、ちょっと話そう。最近フルルの飛ぶ訓練をしてないみたいだけど、いいのか。うん、キサラについてって魚を取ったり自分で調整してるみたいだから平気かなって。フルルなりに手伝っているつもりなのかもしれないな。そうかも。いつの間にかフルルもみんなのこと仲間だって思うようになったみたい。リンウェルもそれでいいと思ってるんだな。うん、フルルがいてみんながいて、それが当たり前って感じ。それぞれ補い合いながらお互い大切に思っている。ある意味家族みたいなものかもしれないな。家族か。じゃあさ、アルフェンがお父さんかな。そんなに老けてるか。え、不満？じゃあお兄ちゃん、シオンがお姉ちゃんでキサラがお母さん。なら父親はティオハリムか。ティオハリムはお父さんって感じじゃないんだよね。言い方よ。おじいちゃんかな。枯れてるし、枯れてるし、時々説教臭いし。あとローは
フルルがいるし、あ、お父さんのわけないし、難しいな。あ、飼い犬？犬？犬は家族に入るのか？もちろん、フクロウだって家族になれるんだよ。でも、そう考えると今の状態って楽しいね。補助体だけどな。そこがいいんだよ。これ以上危ないことなんかしないで、このままみんなでただ旅を続けられたらいいのに。リンウェル？あ、なんでもない。やっぱり私フルルの訓練に行ってくるね。しっかり休んでおこう。この旅が終わった時にそれぞれがどういう関係性になっているのかっていうのがすごく楽しみですね。よし行くぞ。あ、いるいるね、でかいのが。お前が親玉か。ただのはぐれではありません。ここは引くべきだろうな。一回行ってこうよ。レベル見とく。56 56か。こいつが釣り場を汚す不届き者だな。魚たちの裏切り受けなさい。随分な。ちょっと待って、なんだ。炎症が相手の術を使うか。そっちは私に任せて。うわー、こわ。しかも出してくるザコが強いやつじゃん。どんどん降ってくる。まとめて蹴散らしてあげるわ。みんなの。しかもね、これ逃げられないんですよ。大丈夫だったようだ。これは逃げられないってことないんです。いやー、こういうことですよ。一休みしないか。はい、というわけで、違うところに行きましょう。こういうことですよ。まだまだ倒せるようなレベルじゃないな。どうする、ちょっと行ってみるか。あそこにウルベゼックから行けばいいのかな。あれ、ウルベゼックから行って、いや違う、こっちか。ジオーネハイコードだから、そうだな、ここだな。よし、行きます。ここまでは無事につけたな。というわけで、ちょっと先に進もうと思います。随分と暑いな。あれ、どこだっけ。あ、違う違う、ここ、あ、まだ先か。ランシアとは気候が違いすぎる。ですが、町を抜けてから幾分涼しくなりました。それは視線が暑かったんじゃねえか。ハイコード、ハイコード、懐かしいな。こっから炎、おー、城を見てて壁がうんぬんみたいなこと言ってた気がするわ。熱いね、見てるだけなんですよ。よし、じゃあここから。雰囲気が変わった。油断するな。お、そんなに強い敵いる？ジオーネハイコードンか。久しぶりだ。ここで初めてシオンと一緒に戦ったんだよ。あなたが初めて私に触れた場所でもあるわ。あら、いやらしい言い方をするな。来たかな。ええ、そうよ。ほっほっ。ここから、そういえばそんな場所もあった気がするわ。この先って確か、紅のカラスの、なんかそもそもここが紅のカラスの本拠地とかじゃなかった。ここがベルク火山に通じる道か。いきなり溶岩とか流れてきたりしねえだろうな。心配屋さんの頭には落石があるかもね。やった、行くぜ。わーお、わーお、ベルク火山。あー、懐かしい紋章。
ベルク火山の内部に入ったからな。早く星船を見つけないと。結構入り組んでるけどどうだろう。ベルク火山内部ちょっと時間かかりそうだな。一旦ここでやめとくか。一旦区切っとくか。なんかちょっと今回長かったよな、ごめんね。でかいズーグルもいるみたいなの言ってたもんな。あれでかそう。一回倒していい？行くぞ。あ、全然なんかレベルも低いよ。よいしょ、相性、相性。いやあれだね、当たり前だけど火属性の技全然効かないね。こう飛ばれるとやりきたら仕方ねえ。つい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 はい、もう一匹。よいしょ、はい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 この弾丸で。全然拾ったやつで武器作れんじゃね。そうだね、全然強くなかった。でもそうするとここは結構簡単に攻略できるかな。なんかいるわ。いたー強そうなのいたー。かかってこい。マグマゴーレム。じゃあ僕マグマゴーレムの相手しますね。よっ、はい、よお願いします。ちょっ逃げるね。よっ、ああ、はい、はーい、狙うは弱点だ。よいしょ、俺が防御する。ようやく出番だね。お前もいろいろできる。リーズランド、エレーズか。なら私が妨害のトラブル。みんな引き取れ。上がらせ、上げろ。おお、なんだそれ、なんだそれ、光り輝いている。よいしょー、せーい。ここで決めてやる。せあっせっせあいたーす。なんですかそれ。せい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 。次はそっちを手伝うぞ。よいしょー。切り開く。懐かしい。効かないんですよ当然ながら。よし、オッケー。なんかあれだね、苦戦しないね。ありがたいありがたい。拾ったやつで武器作れんじゃね。なるほど。あれ、あ、道間違えたのか。なるほど。じゃあちょっとこの辺でレベル上げたり武器作ったりするんで、また次回にしましょうかね。それじゃあまた次回、バイバイ。